皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は8月15日火曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。すごく興味深かったのは、万太郎が田辺教授への謝辞を書き忘れたことに対して、お寿恵ちゃんは謝辞に名前を刻むことを餌にしたってこと。万太郎からお寿恵ちゃんに大学を出禁になった詳しい話をする場面はなかったけど、これが過去の過ちから学んだ経験則によるものなのか、それともお寿恵ちゃんのひらめきなのか、面白いなぁ。スエちゃんの肝の座り方はおっかさん譲りなんだろうな。芸者時代の母親のことは直接は知らないだろうけど、いろんな客と渡り合わないといけなかっただろうし、目かけとしてのプライドもその経験があるからこそ保てたんだろうし、今日のスエ子さんの何がすごいって、金を返せと尋ねてきた相手を借金取りではなくビジネスパートナーとして扱っているところ、万太郎の才能と可能性を伝え相手側にもメリットがあることを示す、投資家から大金を援助してもらうようなプレゼンで痛快だったな。それは返せる当てがないからでしょ。この一言で風向きが一気に変わったのが素晴らしかったな。借金取りと一緒に、お？ってなっちゃったよ。そしてちゃっかり図鑑も買わされている借金取りを見て手を叩きながら笑ってしまった。末子さん、詳細がありすぎる。独立して新しいビジネスを始めるべきかも。なぜ人は分かりやすい嘘に騙されてしまうのかといえば、詐欺師が自分の嘘を真実だと思っているからというのが一つの答えになる。末子さんは万太郎が大植物学者であり、本が売れると信じて疑わない人なんだよね。借金取り役の六坂さんが最高だった。白波5人男のあたりから末子さんの話を聞きたくてしょうがない。本自体好きみたいだし好奇心旺盛、チャーミングなおじさんを堪能した。見事な落語的世界。僕も昔から本が大好きな人間なので、自分の名前が本に載るということがものすごく魅力的ってこと、とても共感できました。そこがつけいる隙だと見抜いた末子さん、本当に軍師というか策士というか。実は借金取りさんは末子さんの短歌がハッタリだと見抜いていたのかもしれない。それでもその心意気を気に入ってさらなる融資を許したのかななんて想像してみる。教養のある方にも見えたしね。奥さんに任せずに万太郎が矢面に立つべきだって感想もあったけどさ、万太郎が出て行ったところできっと石版印刷機は持っていかれるし、金目になるもの全部質に出されてたはず。ましてさらに200円を借りるなんて絶対に不可能だよ。泣きわめきながらすがりつく万太郎の姿しか想像できない。堂々と大見得を切った後、図譜を取りに行く時の歩き方が子供みたいで、とても可愛らしい軍師スエちゃん。丈之助が万太郎に送った屏風に書かれていたのは Adversity is the first pass to truth、 逆境は真実への第一歩、イギリスの詩人バイロンの言葉。万太郎には何よりの言葉。
母親が借金取りと相対している時にじっと身を潜めながらも力強い眼差しを絶やさないちーちゃんも発見師のようだったね。末子さんの人柄だったり日々の頑張りを知ってるからこそ質屋のおじさんも流さずに待ってくれてるんだよね。おじさんの優しさもさることながら末子さんの周りのすべての人を笑顔に変える陽のパワーは相当なものだね。最後の末子さんの笑顔、まさにすべての植物に活力を与える太陽みたいだった。お末ちゃんが背広だけでも買い戻したいの。植物採集に行ってくれないと新たな植物図譜の刊行ができないからよね。おっきな子供の万太郎への尻の叩き方がいい。細かいところだけど最後のスイカ、熟しが進んでところどころ割れてて昔のスイカって感じでとても良かった。私が小さい頃はそんな綺麗なスイカばかりじゃなかったもんね。軍師末子の借金取り撃退だけでも十分見応えがあるのに、質屋さんの世の中が進歩してるのに旧態依然な商売してていいのかという悩みにかぶせて文部大臣暗殺とそれが田辺教授に落とす影を15分で描くなんざ全く見事というほかない。来た来た、登場するたびに万太郎が進むべき道を示してくれる雄一郎くん、無事に帰国してくれてよかったよ。明日万太郎にどんな話をするんだろう。顔が映るよりも先にライオンキングみたいな BGM で雄一郎くんだと分かるようになってしまった。お末ちゃんが借金取りさんへの謝辞を入れ忘れる展開だったら大爆笑するんだけどな。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。